ベストスマイルオブザイヤー2017を受賞されましたお二人にご登場いただきましょう。米倉涼子さん、草刈正雄さんです。ここ最近はもうもっぱらいたしませんとか失敗しないのでとかって言ってずっとムッとした顔ばっかりを皆さんにお見せしているような気がしていて、なんか笑顔っていうとちょっとあ足りてなかったのかなとかなんか考えることがあって、でもとても嬉しいです。自分の中でベストスマイルだったなっていう瞬間どんな時でしたか？ベストスマイルはね、今米倉さんのドラマにこう出演させてもらってるんですけどね、始まる前に顔合わせっていうのがあるんですよ。その時に久々に米倉さんの顔を見た時に、あ俺は今すごいいいスマイルしてるんだろうなっていうそれがベストで。本当ですか？そうですよ、あれ私今一緒に撮影させていただいてるんですけど、はい、一緒のシーンがほぼなくてまだお会いしてないんです、はい、なので、今後お会いすることになるんですけど、ぜひ一度ぐらいは笑顔で見合わせたいなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、まだドラマの方ではお会いしてないということでしたので、顔合わせ以来のお互いの笑顔の確認をね、ちょっと笑顔同士で見つめ合っていただいて、笑顔ご確認いただいてよろしいですか？恥ずかしいですよね結構ね、恥ずかしいですよね。じゃあ、したことあればいいんだけど、はい、そうですね、確かに私たちいつもセリフがあって見合わせるってことありますけど、なかなか恥ずかしいですね、はい、そうなんです。もうこれがねかっこいい完璧お二人がこの素晴らしい笑顔を保つために、いい歯を保つために日頃心がけていることをここからちょっとお伺いしたいんですが、昔はあまりこう気にかけてはいなかったんですけどね、そのおかげで虫歯とかよくできてたんですけど、最近結構気にかけるようになりまして、定期的にこう見てもらったりとかそういうことをやっておりますね、うん、歯医者さんに行くのはあんまりたま、っていう時もあるんですけど、でも行くようにしてます。歯は歯だけではなくこの体の健康にもつながってくると思います。ですから本当皆さんね、定期検診ですかはもう欠かさないようにしていただきたいと思います。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。